誰か倒れてるぞ。どうも、タクタクです。なんでお前、今回はタイトル呼ばなかったのかというとですね、今ね、水を飲んでたからです。行こう。村井さんだ、村井さん。あれ、リペアショップの店長さんだ。はい。店長さんだよね。大丈夫ですか？どうしたんですか？村井さん大丈夫か？君たちに伝えなきゃいけないことが。どうした？無理して話さないでください。今、救急車を呼びますから。病院とかはダメだ。人が大勢いるところは、どこに奴がいるかわからない。店長。病院に行くのは嫌がっていたが、どうする？じゃあ、南風に連れて行こう。そうだな。あそこにはあまり人がいないしな。ちょっと南風にお客さんがいないみたいじゃない。事実。俺は事実、やっぱり、俺は事実を言ったまでだ。レン、店長を背負って運べ。わかった！いいね、これね。ってなんで俺が！細かいことは気にするな。わかったよ。重いのかな。大人だからね。村井さん。村井さん頑張れ。生きてるか。お父さんには事情を説明しておいたから、安心して休んでくださいね。ありがとう。少し落ち着いてきてよ。村井さんどうした？顔が、え？待って。顔が、一体何があったんですか？なんか顔が、顔どころか、なんか至るところがボコボコ。実は君たちに嘘をついていたんだ。何を？嘘ですか？モンストの件だけど。村井さん大丈夫？渋谷の会社からの指示って話だよね。うん。もう、これはもう襲われたんだね。渋谷素粒子研究センターから依頼をされていたんだ。中学生くらいの子供が来店したらモンストインストールしろって。渋谷素粒子研究センター、素粒子。どうして？わからない。ただその指示に従ってから、この街に異様な人が現れ始めたんだ。モンスターに取り憑かれた人たちですね。私は怖くなって、これで研究センターの指示を拒否したら、それでね、この有様というわけなんだ。渋谷素粒子研究センターか。まさか、行くというのかい？私は君たちに警告したかったのに。研究センターに行けばモンストの秘密もわかるかもしれないので。しかし、いくらなんでも君たちだけでは。話はすべて聞かせてもらった。白浜太陽、また、余計な奴が。太陽、俺も一緒に行かせてもらうぜ。レンたちには借りがあるしな。お前来なくてもいいよ。足手まといになるから。もう知っての通り、俺は頭が悪い。スポーツも苦手だ。でも一つだけ人に誇れることがある。それは友人のピンチを放っておかないことだ。太陽くん、それはね、自ら、邪魔をしに行くって言ってるよ。ものですよ。うん。断る。お前は知れば、ほら、言わんことない。ちゃあけら、それはいくらなんでもひどいよ。ひどくない。もう事実を言ってもらえます。あ、事実だけど、ほらもう、この事実というワードですよ、今回は。確かに事実なんで返す言葉もない。だが、俺はダメでも、俺の仲間は優秀だぞ。ちょっと個性的だが、モンストの腕は一流だ。確かに生徒会長になっている純と、あとはなんか、その友達のあかねちゃんあたりは優秀そうだけど。待ってろ、今みんなを集めてくる。リーダーになりたいだけだろ、あいつ。おい、太陽待てよ、俺も一緒に行くから。行くんだ、行っちゃうの。行くの。純、三条、茜を探そう。うわ、めんどくせえ。めんどくせえって言っちゃった。めんどくさいよ。どこにいるのかね。グレイスモールかな。ちょっと待って、この商店街の中を探してみようか。こっち行くと商店街の続きみたいに行けなかったっけ。あ、マップか。ほんほんほん。こっちだったっけ？ああ。駅に来るのか。いなさそう。あ、ない。あ、お、モンストはできない。いや、これもモンストか。いないな。ぱっと見いねえな。どこ？あ、中学校かな？中学校にいるのかな？放課後だからな、でも。一応見てみようか。多分、いるとしたら、二の A なんだよ。二の A の教室がね、あれだからね。どれだ？あれって。あれだ。二の A の教室が、二階堂さんとかね、の教室だった気がする。え、C か。二の C、二の C だったかな？二の C だった。
どうだったかな、いないよね、分かりにくいんだよねあのキャラの服装がちょっとあれだから、ね、みんな被っちゃってるから、こう着て着こなしは、まあ特に院長は分かりにくいよね、ショートカットで判断するしかないから。ミノエ、ああびっくりした、この人かと思った、いないな、え、どこにいんの、あ、いた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 、やっぱいた、どうした院長、ジュン探したぞ、太陽、それに電話で。ジュンに大事な話があるんだ。大事な話。そうそうそう、それって、もしかして。いや、告白じゃねえぞ。ダメよ。ダメダメ。こんな人が大勢いるところじゃ嫌。私、告白されるのなら、夕日に染まった誰もいない教室がいいの。あのさ、俺たちと一緒じゃん。この人やばい。そういうことがあった。モテんな、レン。はい、怪しい研究センターに行ってくれないかな。え、モンスターもいると思うから、無理にとは言わないけど。大事な話ってそれ？期待したことは起きなくて残念だったな、ジュン。うん。太陽、後で裸で土下座3時間。うわ、なんで太陽に太陽かわいそう。なぜ俺なんだ？それで研究センターへは。もちろん、一緒に行くわ。生徒会長として見逃せないし。さあ、じゃあ行くわよ。あ、ありがとう。ただし、乙女の気持ちは一つちょっと、踏みにじってはいないか。ちょっと期待には応えられませんでしたね。となると、あ、いた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 。はい。ガリガリ君。ガリガリ君じゃねえや。三条ね。三条！お、太陽じゃねえか。それに蓮も一緒か。三条、お前に頼みがあるんだ。実は。お前は絶対来いよ、マジで。というわけなんだ。お前はいろいろな無礼を犯してきたわけだからな。もちろん三条も力を貸してくれるよな。がはは、事情は理解した。つまり、これは噂のグループデートっていうやつだな。お前は本当に、あれだな、勘違いが多いな。ついに俺にも春が来たぞー。来ねえよ、二度とな。いや、全然違うんだけど。え、そうなのか。なんだか行く気がなくなってきたな。落ち込むな山頂、女の子と出かけることに変わりはない。今こそポジティブスピリッツを爆発させる時だ。女の子たちと出かける、それもある意味グループデート。わかった、俺も一緒に行ってやるぜ。バカが二人になっただけだ。ナイスポジティブ、イエスポジティブ。もう不安でしかない。まあいいか。とりあえず茜を探しに行こう。あと茜だな。一体どこにいるんだろう。見晴らしのいい公園にでも行ってみよう。茜のお気に入りの場所の一つしな。うん、そうしよう、そうしよう。え、待って、見晴らしのいい公園、さっき俺行った。ここにもいないか。行ったってだから。一体どこに行ったんだ。ちっちゃくて見えないパターンかね。メダカ師匠じゃねえか。うわ、あかね、ようやく見つけたぞ。ずっと前からいたんだけどみたいな。あのさ、実は頼みがあるんだけど。敵の研究センターに乗り込むんでしょ。もちろん私も行く。モンスターにはひどい目に遭わされたから仕返ししないと気が済まないの。ありがとう、助かるぜ。だけどどうして研究センターに行くことを知ってたんだ。っていうか私ずっと二人の後ろにいたんだけど。あー、これ吉本新喜劇じゃないこれ。ストーキングしてるみたいだけど。え、南風を出た時から、あ、南風にむしろいたぐらいにして。もうメダカの3パターンですよ、それは。あれよね、可愛いでもね、あかねちゃん。僕何気に一番あかねちゃんが好きですからね。妄想の中の女子でね。わあ、さっぱりわからなかったぜ。あかねは小さいからな。カッチン。おい、太陽。いいのよ、俺。気にしなくて。太陽はこういう人だし。私の怒りは研究センターにぶつけるわ。みじんも残らないように爆破してやる。いや、爆破はやりすぎだって。なんだっけ？何持ってんだっけ、この人、モンスター。ヨルムンガンドじゃないよな。忘れた。よし、これで俺たちは全員揃ったぜ。あ、そもそもモンスター持ってないんじゃない？
集め直したってこと？俺たちの新しいモンスターを見よう的な展開が待ってるってことじゃないか、これは。もしかしたら。それじゃあ南風に戻ろう。多分そういうことか。だったとしたら心強いな。装いも新たに、みたいな。駅前商店街に行きましょう。装いも新たにの使い方が若干違うような気もするけど。いや、合ってるか。行こう。特にいいのかな。一応セーブだけしとこうか。念のためね。よし、セーブをして。やっぱでも、葵ちゃんも可愛いんだけどね。行こう！南風。村井さんは？アキラ！おお、連れてきた、連れてきた。太陽の仲間たちも全員連れてきたぜ。俺は頼りにならなくても、俺の仲間は頼りになる。アキラ、仲間は多い方がいいわ。敵の本拠地に乗り込むようなものだから。なんかあれだな、学生服で学生服でどっかの本拠地に乗り込むペルソナを思い出すな。なんか一緒に行くからにはお前たちも仲間だ。太陽よろしくな。おう、アキラも話が分かるようになったな。ふん、お前の悪影響だ。よし、それじゃあ研究センターに出発だよ。おお、こっちにもポジティブキャラが一人いるからな。あ、村井さん、ご、あ、びっくりした。対談してんのかと思ったけど、結構離れてるからな。いらっしゃい。いや、お前が言うな。こんにちは。あ、お前って言っちゃった。あの、壊れたスマホってありますか？あ！来た！ここに来て、ついに！壊れたスマホ？なんでそんなものを？実は、ね、あの時のフラグがついに回収されますね。フラグというか、ミッションがね。そういうことならこれを使ってくれ。かなり破損がひどくて、リサイクルにも出せないスマホだ。いいんですか？ありがとうございます。壊れたスマホを手に入れました。ありがとう、村井さん。これを使ってミッションを達成していきます。うんうん。変わらないな。よしよしよし。もう村井さんここから固定になるのかな。まあいいや。じゃあ村井さんを尻目に、あ、渋谷に行くのね。渋谷に行く前にちょっとでもやらせてくれ。あの駅前行きたい。駅に行ってくれっかな。なんか、あ、なになになに、あ、もしかして反省文。いえ、私悪いことをしました。あんな姿で廊下を走り回り、どんな姿、周りに迷惑を。あいつ何をしたんだ。まさか、まさかフルチンで歩き回った。それはスマホ、本当にもらっていいんですか。使えるかどうかわからないですけど、壊れたスマホを渡した。はい、渡しました。僕の欲しい部品は大丈夫そうですし、これでもう十分です。何が欲しかったんだろう。本当にありがとうございます。これでロボットを完成させることができます。スマホロボ、つまらないものですがこれを受け取ってください。ほうほう、重積か。まあまあこんなもんだろう。これで最新お掃除ロボが完成すると。よーし、じゃあ渋谷に向かいましょう。まあこういう感じでね、さりげなくミッションをこなしていくゲームなんでしょう、多分。渋谷へ。あ、渋谷研究センター、渋谷素粒子研究センター行けるようになりました。行きましょう。素粒子が省略されてますけどね。待て待て待てー、オラゴン。なんだオラゴンは、怖いのか。ならここで、あ、うん、ちょっとまあいいや。ここで待っていてもいいぞ。読み方が若干早すぎた。そういうお前は怖くないのか。ああ、みんなも一緒だからな。それは逆ではないのか。逆？みんなも一緒だから怖くないかって聞いておるのだ。どういうことだよ。ここに来ようと言ったのはレン、お前だ。それでもしここで何かあって仲間の誰かが傷つきでもしたら。ああ、いいことよね、オラゴンね。確かにそれを考えるとちょっと怖いけど。でもこの先に進めばポップコーン工場があるかもしれないぜ。はぁ？まあ物の例えかな。美味しいポップコーンがいくらでも食べ放題かもしれないかも。お前何を言っているのだ。いや、まさか、もしかしてそんなパラダイスがこの先にあるのか。いや、わからない。なんだそれは、オラ様をバカにしているのか。違う違う、俺が言いたいのは先のことなんてわからないってことさ。いいこともあれば悪いこともある。無責任で言っているわけじゃないぜ。俺はみんなの力を信用している。だってここまで一緒に戦ってきたんだから。レン、お前は運命を信じるか。え、いや、何でもないのである。そこまで覚悟を決めているならオラさんも行くしかないであろう。ポップコーンの食べ放題を期待して。いや、それは話の例えだから。やっぱりね。はいはい、ゾロゾロ大丈夫。こんな施設に
あ、なんかそういう怪しい施設じゃないのかな。それにしてもいかにも黒幕がいそうって感じね。あれがもう世界征服のね、印の地球が映し出されてると。ああ、注意しろ。何が出てくるかわからないぞ。なに、何が出てきてもポジティブシンキングがあれば大丈夫。そうだ、大丈夫だぞ、みんな。みんなっていうか、自分に言い聞かせてはね。うん。レン、なんか怖いよ。大丈夫、俺たちは強いんだ。自信を持っていこうぜ。とうとうここまで来たか。ハルマじゃない。ハルマ的なやつが。あれ違う、K だ。あ、待って、K じゃないか。K っぽい誰か。え？K 様？どうして K がここに？やっぱりそういうこと。K の兄弟的なことじゃないの。K というのはコロシアムでの名前だ。あ！ K 本人なの、やっぱり。本来はここの所長をやっている。待って、それじゃ K 様が、事件の黒幕だってのか。嘘よ。そんなの信じられない。K は私たちの目標だったのに。コロシアムで恐ろしい目に合わせてやったのにはまだ懲りないとはな。嘘だろ。コロシアムで恐ろしい目。まさかコロシアムでレンたちと戦わせたのは私だ。そんな。お前たちは私に聞きたいことがあってここに来たのだろう。ああそうだ。ならば私の用意したモンスターに勝つことだな。勝者が全てを得る。それがモンスのストライカーだ。レン、葵がショックを受けている。この状態で戦うのは無理だ。ああ、分かってる。私は研究センターの奥にいる。まずはそこまでたどり着くことだ。あ、待ちやがれ！レン、追いかけるぞ！おい、大丈夫か？あ、葵ね。葵、大丈夫か？泣いてる。うん、もう平気。ちょっと驚いたけど、今はそんな場合じゃないもんね。お、その立ち直りの速さ。葵もポジティブマスターになったか？バカ野郎。ポジティブに行くわ。おお、無理してるぜ。K、よくも私の純情な心をもてあそんだわね。なるほど。切り替えが早いな。絶対に許さない。胸元にチップを218発打ち込んでやる。あ、チョップね。チョップをね。218発ってやけに具体的に、なんなの、その218発って。待ってなさい、K。ポジティブにリベンジよ。まあ、それもポジティブだ。よし、それじゃあみんな行こう！デコボコ、デコボコだ、なんか、デコボコチーム。2チームありますけどね。これ何？この4人の中からチーム編成できるとか、そういうパーティー編成できるとか、そういう奇跡的な展開には、なってなかったりする？なってないですね。まあ、とりあえずセーブしておこうか。セーブをしておきつつ。強化合成とかができないからな。あ、待った！あぶねー。ヘルにしてたわ。これね。これでいきますよ。まあ、これでセーブしちゃってるけど、切り替えればいいだけの話で。はい！といったところで、今回一旦やめたいと思います。K を追いかけよう。次回 K を追って挑みたいと思います。奥になんかね、モンストゲートが見えてますけど、多分、あれをクリアしないと次に行けないのかな。はい。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。